アークスの総司令から直々の依頼。惑星ナベリウスで散見されているダーカ出現の調査か。こんなクエスト聞いたことない。しかもペーペーの私に総司令から直々。そんなことってありえるの？もしかして、もしかすると私目をつけられてたり。いや、いやいや、そんなはずない。そもそもここにはバグが発生してる。つまりこれもきっと例外的な挙動。目をつけられるとか疑われるとか、それもひっくるめて全部バグよ、バグ。何を恐れる必要があるの、質疑。いつも通り、いつものようにやればいいの。よし。って、うわあ！誰よ、あなたは！そうですけど。じゃなくて、そうだけど。はじめまして。私、アークスシップ管理者兼オペレーターのシエラと言います。そしてこちらは今回の任務の同行者です。あ、その名前どこかで見た覚えが。って、2年前の深淵なる闇戦で大活躍したっていうアークスじゃないか。どうして私。いや、僕と一緒に。いろいろありまして、復帰直後なんですよ。リハビリを兼ねての共同任務と思っていただければ間違いありません。ふーん、リハビリを兼ねてね。シップ管理者の専属オペレーターに加えて2年前のキーパーソンがくっついてくるなんて尋常じゃない。これ絶対私疑われてる。なんでどうして。ちょっと張り切りすぎちゃったから。新人にしては頑張りすぎちゃったから。棺さん。ご一緒できてとても心強いです。よろしくお願いします。それでは行きましょう。任務ささっと終わらせちゃいましょう。さあ、さあ。なんとも変な人ですね。男性のはずなのに振る舞いがあちこち女性っぽいですし、なんだかとってもきな臭い感じがします。注意しましょうね。どうだ。邪魔をするな。砕けろ。邪魔をするな。砕けろ。邪魔をするな。邪魔をするな。砕けろ。砕けろ。砕けろ。邪魔をするな。砕けろ。邪魔をするな。砕けろ。砕けろ。
砕けろ。邪魔をするな。はっ、最初こそバタバタしてましたが、特に変な部分もなく、至って普通のアークスのように見えますね。むしろ能力を持て余してる感じで、なんだかもったいないぐらいです。あなたはどうです？一緒に動いてみてどう思いましたか？確かになんとなく違和感があるというか、不自然なところが見え隠れしてますよね。戦闘時はともかく、なんというか、ずっとこっちを気にしているような、そんな感じも受けます。何にせよ調査ももうすぐ終わりですし、そこまで監視し終えたら一旦見解をまとめましょう。なんかこっち見てる、ひそひそ会話してる。変な動きはしてないはずなのに。あ、もしかして逆？もっとできるはずなのに手を抜いてるように見えて違和感バリバリってこと？ああ、完全に恨めった。でもそうと分かればここから挽回よ。もっとできるってことを示して。って、何こいつ。うわっ、なんなのよこいつ。気をつけてください。その強大な反応はダーカー、いえそれよりも強い。今までこんなダーカーの反応が出てきたことはなかった。この人の復帰を感知し姿を見せたとでも。あっ、なんだかよくわからないけど、ここが頑張りどころってことでしょ。これでとどめだ。よーし、どんな問題。ねえ、見た見た、なかなかでしょ。まあ私だってアークスだし、ちょっと本気出せばこのぐらいは。棺さん、油断しちゃダメです。反応まだ消えてません。え、でもこうして敵を消えて、手が、体が動かない。何これ、何これ、どうなってるの私の体。誰か助けて。ダーカーの、ダークファルスの力を中和してる。ああ、そうか、これがシャオの言っていたこの人の力で動く。これならログアウトを。反応は消えました。でも棺さんはどこに。も、戻ってこれた。よかった。
なんとかログアウトできたみたいね。まったく何だったのよあれは。エーテルインフラのバグにしたって動けなくなるとかひどすぎでしょあんなの。落ち着け落ち着け、私あれは PSO2 内での出来事。こっちに戻ってきたからもう問題ない。そう、ここは地球、母なる青い地球、戦いも争いもない平和な場所。そしてここは私だけの砦、私の部屋。情報化社会に不可欠なこのパソコンも、疲れ切った体を癒してくれるベッドも。え、そう、ここは地球、母なる青い地球、ここは私の部屋、私だけの部屋だから、あのベッドは私の。落ち着け落ち着け、ひつぎ、まずは落ち着いて深呼吸。私は棺、八坂棺、年は16、今は西暦2028年、剣豪だと忘れた、ともあれ春から花の高校2年生。ここは地球、ここは東京、ここは学校、ここは寮、 PSO2 の中じゃない、間違いなく現実の世界だから。あれは夢、あのベッドにいたのは幻、想像の産物、目の錯覚、私は疲れてるだけ。よし、ダメだ、まだいる、それどころか起きてる。ここどこ、しかも喋った。いや、いやいや、でもまだ幻聴という線が。ねえ、ここどこ。こっち見た、話しかけられた、夢でも幻でもなかった。どうしたの。動くな、動いちゃダメ、いろいろ見える。っていうか今の時点で相当際どい。てかなんで裸なのよ、服どうしたのよ。裸だから動くな。あー、もう、どこか痛いの、大丈夫。ちょっと待ってて、現実逃避をやめて受け入れる準備をしてるから。よーし、落ち着いてきたぞ棺。さあ、それじゃあ聞かせてもらおうじゃないの。あなたは誰なの、名前は何。棺。それは私の名前でしょう。あんたの名前を、名前。棺は違うの、じゃあわからない。ああ、もう、あんたは一体何なのよ。私の部屋に勝手に入ってるし、私のアバターそっくりな見た目してるし、まるで PSO2 の中から出てきたみたいじゃない。まさか本当に出てきたなんてこと、ないない、そんなことありえない、マザーはそんなこと言ってなかったし。う、騒ぎすぎたかな、寮長だよねこれ多分。あ、はいはい、すぐに出ます。ダメ、危ない。あ、たたたたた、どうしたのよ急に。は、ちょっと何この化け物、次から次へと何だってのよ。危ない。あんた、私をかばって…来るな、来るな、助けて、誰か助けて。あなたは…どうしてここに。開けろ！
あの化け物は。そっか、よかった。もう大丈夫なんだよね。何が何だかわからないけど、私たちを助けてくれたんだよね。ありがとう。二人ともバイタルは安定しています。心配しなくても大丈夫ですよ。それより気になるのはさっきの不可解な化け物ですね。ダーカーとも異なるあれは一体。リハビリにうってつけの簡単な依頼と思っていたら、いきなり未知の座標に転送、そして戦闘。想像以上に大ごとになりそうですね。今後のことも相談しないといけませんし、一度帰還してもらえますか。なんだなんだ、やっぱり化け物も何もかも夢だったのね。よかったよかったよかった。やっぱり夢じゃなかった。お疲れ様です。何か後遺症とか起きてたりはしてなさそうですね。よかった。改めまして、先日転送された惑星について現段階で分かっている情報を共有しますね。あそこはオラクルのあるこちらとは別次元の宇宙、亜空間の先です。この宇宙のどこかの星ではありません。おそらく私たちのいる宇宙とは別の次元、いわば異世界ですね。そんなところと簡単に行き来できるはずはないんですが、詳細は調査中です。そんな別次元宇宙にある星の一つ、知的生命体が存在する場所ですね。かの星の名前は地球というそうです。ところで地球に行った時、棺さんと普通に会話できてたの覚えてますか。どうやら地球の言語データについては情報部がすでに収集済みだったみたいなんです。それだけじゃなく、今回のことを報告するや否や、情報部からあの星の情報がたくさん登録されていきました。独自に情報収集を進めていたってことなんだと思いますけど、ウルク総司令の言う通り気な臭い感じがしますね。もっとも地球の座標データや転送先設定はあんまりうまくいってなかったみたいですね。これもどこまで本当かは怪しいですが、もうどうであろうと関係ありません。今回のあなたと棺さんのつながりのおかげで地球への接続を確立することができましたから。なんでつながりが持てたのか、あちらの世界へどうして飛べたのか、詳細な部分は未だ不明ですが、棺さんの助けてほしいという願いと、それを助けたいという思いにフォトンが応えてくれたんだと思います。とと脱線しちゃいました。つまりですね、これからは自由に地球へ行けます。もっとも調査段階なので隠密活動となりますが、フォトンによる認識偽装や空間隔離を行いますので、フォトンを使えない地球の人々にはバレずに活動できるはずです。
きっと。この技術も情報部のものからなので、ちょっと不安なんですよね。当人前のインヒーレントの汎用化とは言ってますが、正直なところこの技術の出どころも怪しいです。ほんとあっちもこっちも変なことだらけ。これはますます私たちがしっかり調査しないといけませんね。あ、そうだそうでした、もう一つ重要な情報がありました。あのナベリウスに出現したダークファルスのような反応について、あれ以来どこにも確認されていません。引き続き追ってはみますけど、期待薄って感じです。面目ないです。でもその代わりってわけではないですけど、あなたと棺さん、お二人のつながり、リンクはしっかり捉えてます。ほら、闇に飲まれた棺さんを助けようと闇を払い手で触れたじゃないですか。あの時にあなたのフォトンが棺さんに流れ込んだのか、彼女の反応を捕まえられるようになったんです。その反応があったおかげで寸出のところで助けに行けたんですよ。災い転じてなんとやらですね。そして同時にあちらの情報も断片的ながら収集できるようになったので、地球の現状も調べやすくなって一石二鳥。アークスの技術をもってすれば、断片情報をもとに彼女の日常生活を再現映像化することも容易。さあ、どんなシーンが見たいですか？いいえ、シャオに誓ってこれは情報収集です。情報収集の一環なので問題ないのですよ。それにこれを見るのは私とあなただけですし、黙っておけば大丈夫です。大丈夫。冗談はさておいても、情報収集は重要です。特に向こうは知的生命体の存在する私たちにとって未知の惑星なんですから。プライベートを覗き見しているようになるかもしれなくて少し心苦しいですが、可能な限り見せてもらいましょう。